どうも皆様、こんばんは、すすです、ね。今回はですね、ドン活しやすい、ビクロイですね、フォートナイトでいう。ビクロイしやすい期間があるっていうのは皆さんご存知でしょうか。今回の動画はそちらは一体いつになるのかっていうのをご説明していきたいと思います。皆さんは、バトルパスを購入した時にウィークリーチャレンジが、出てると思います。今回はズバリですね、ウィークリーチャレンジが出た日、が一番ビクロイはしやすいです。もしくは次の日とかまでですねが、なんでビクロイがしやすいかっていうのをこれからご説明していきたいと思います。ちなみに今出てるウィーク、7ですね、ウィーク7チャレンジかウィーク7チャレンジか、どちらもいいんですけれども、そちらにあるのが今これです。中途半端なのは気にしないでください。主なのはですね、リスキーリールズで宝箱を開けるとシフティシャフトで敵を倒すっていうのが、人が集まるところですね。これを踏まえてちょっとこれのクリップを見ていていただきたいんですけれども、わー何人いんだよ、シャフトに何人行くんだよ。家庭でしょ。なんでそんな行ってんの。なんでこんないるのあそこ。はい、では遠く見えた2つ目のクリップですね。これがめちゃめちゃいたんですよね。別件の動画を撮るためにあそこの家の方に降りたんですけれども、はい、ネームプレートオン、分かりやすいようにしてみました。ここからどれぐらいの人数がいたか、暇な人は数えてみてもいいと思うんですけど、そこはめんどくさいんで自分が言います。はい、あれを合わせて25人いました。基本的にウィークチャレンジが出た当初って、その日とかにもうこのチャレンジを全部終わらせようとしたい勢がいるんですよね。普通に結構考えて、やってる人は分かると思うんですけど、そこに集まる傾向は非常に高いんですよ。で、今回普通にやってて25人も集まるってことはほぼほぼないんですけど、ああいうとこに。なんでリスキーにあんなに来たかっていうと、リスキーリールズで2番目ですね、宝箱を7つ開けるっていうのと、その2つ下、4つ目ですね、複数のピッチでゴールを決めるっていうサッカーゴールのちっちゃいのがリスキーリールズに1個あるんですよ。でピッチでゴール決めるが確か6個しかないんですよね。この後一応マップとそこにどこにどこにあるかっていうのをちょっと書いておくんですけど、その2つのチャレンジの条件が重なってしまったためにリスキーにあんなに来たんですよ、25人ものプレイヤーが。ということはですよ、あそこでかなり減ります、単純な話。なので、なんでそのビクロイがしやすいか、チャレンジが来た時にビクロイがしやすいかっていうのは、簡単に言えばチャレンジでみんなが集まるんで戦い合ってくれます。かなりもう減ります、25人が一斉に戦うんで、あの場所で。はい、ではこちらですね、これが、第一縮小、最初に範囲が決まって縮小が始まる時がもうすでに21人なんですよね。これまだ縮小始まってないですよ。今から縮小が始まる時のもうこの人数、わかりますか。いつものやってる、あんまり意識はしないと思うんですよ。縮小なる時に何人とかあんまり意識されてないと思うんですけれども、このウィークチャレンジが何日か進んだ後にちょっと見ていただくとわかると思うんですけども、これはかなり少ないです。これから縮小が始まるところですね。はい、では次こちらです。縮小が始まって第一縮小が完了するまで約あと1分半ある人数、はい、16人で、この後すぐ15人になるんですけれども、まだ第一縮小が約半分ぐらいだったっけな、縮小の時間ちょっと忘れましたけど、縮小が完了するまで残り縮小が、第一縮小が残り1分半ある状態で、残りのプレイヤー数は16人ですね。すごくないですか。ということはですよ、本当に先ほども言ったようにプレイヤーの減少が激しいので上位に入るのは簡単です。でビクロイがしやすいっていうのは、
チャレンジを終わらせる人って結構強い人が多いんですよ。即終わらせようとする人たちって。まあ、言い方はすごく失礼になってくるんですけれども、結構強い人たちってチャレンジを速攻と終わらせる、即終わらせる人たちが多くてですね。まあ、そういうところで強い人たち同士が削り合って削り合って、まあ、減少する傾向があります。まあ、さっきから傾向言ってますけど、まあ、実際に減るので、まあ、かなり、今は人数の減少も激しいですし、つわもの、猛者ですね。猛者同士が戦ってくれるので、その猛者の数も結構少なめになってくるんですよ。で、その猛者が戦ってくれるので、残りの、まあ、そういう、まあ、簡単に言えば、バトルパスも買ってないプレイヤー、新規ユーザーとかが、バトルパス買ってない人ってぶっちゃけ関係ないんですよ。だってそれミッションやったって何もないし、むしろミッションすら分かんないんじゃないですかね、買ってないなら。だからそのミッションすら買ってない新規ユーザーとかが残りの敵プレイヤーになってくるので、まあ一人強い相手はいるんですよね。まあもちろんそこのリスキーで戦い抜いた25人の中から勝ち抜いた一人を、まあ、戦わないといけなくはなるんですけど、その人ももしかしたらごっちゃんで、傷ついたのをみんなが戦ったのを漁夫の利で1キルだけでそこ生還したかもしれないですし、まあ、モサが戦って、あとは新規ユーザー同士になると、もしかしたらやっぱり普通の100人でトントンで戦ってくるよりかは、かなり勝ちやすいと思います。で、こちらが、まあ、通常マップ、まあ、普通のマップになるんですけれども、今回あったミッションがこちらのリスキーリユーズで、宝箱プラス、この6箇所かな、まあ、今多分印丸か矢印か何かしらが出てると思うんですけれども、ここに集まります。ゴールで、シュートを決めるという、まあ、ミッションがあるので、ここら辺に行って集まります。あとシフティでキルもあるので、シフティももちろん最初のクリップにあったように、いろんなプレイヤーが降りてきますので、基本的にこの辺りを避けることで上位には簡単に入れます。まあ簡単ですよね。第一縮小が始まるとか、もうその時に20人とか、縮小始まって1分半まで残ってるのに残り15人とか、まあ上位に入るのは易しいことになってくるので、まあ何が難しいかっていうと、戦う回数が少なくなってくるので、まあ素材が少ないですよね。敵プレイヤーを倒しての素材が少なくなるので、自力調達が、結構必須になってくるとは思いますので、まあそういうのだったり、ちょっとその周りに降りてアイテム物資した後に、みんなが戦い終わった後の漁夫のリードがするのもいいと思います。はい、ではまとめをしていきたいと思います。まあ簡単に言えば、ウィークチャレンジに出てるところを避けるっていうのがまず一つで、二つ目は、まあこれは別にまとめというよりかは、まああれなんですけれども、まあキル数は減りますよね。もちろんプレイヤーがいるところに降りないので、キル数は減ります。これは当然ですね。裏を返せば、そこに行けばプレイヤーがいるので、ワンチャン大量キルも狙えます。キル数至上主義の方、ドンカツはどうでもいいから、とりあえずキルを大量にしたいと思ってる方、は、行ってみるのもいいかなと思いますね。今回のこの動画はですね、別に今回のチャレンジで全部やらないといけない、この動画を見た後じゃもう遅いんじゃないかっていうことは全く関係なくて、簡単に言えば次のチャレンジでも、まあそのまた次のチャレンジでも、あーと今シーズン4か、シーズン5のチャレンジとかでも全然使える技になってくるので、まあドンカツを取りやすいやり方プラス、もしかしたら大量キル、一挙大量キル、10キル、20キル、10キルはまあそうでもないか、猛者からすると、まあ、20キル、30キルとかを一挙に狙える可能性がある技ですので、まあ、気になった方は全然こういう風にやって意識していくと、まあ、トンカツ取ったり、大量キル取ったりがいろいろできると思いますので、参考にしていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではこれからも動画を作っていきますので、その時はまたチェックのほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあの。